除義務の明確な違法行為がありました、答えてください。何よりもオリンピックに間に合わせるという自己都合を優先し、今現在住んでいる野宿生活者の生存を脅かすような工事を強行することは、いかなる理屈に照らしても認められません。野宿者排除が目的である以上、私たちはこれらの工事を進めさせるわけにはいきません。ここまで問題点は、いや、それは申し入れですから、全部聞くだけですから、はい。だからそれについてコメントできません、はい、これ以上対応できません。どうぞ続けてくれ。いや、住んでる人が、だから申し入れを聞くだけで、ね、そちらがすぐやらないんだったら、私はあなたが戻りますよ、本当に。あなたが同席し、だからこちらは申し入れ全部読んだら終わりだって言うから聞いてるんでしょ。それ独立行政法人の、だからそういう問題じゃないです。だから、じゃあいいですよ、本当にいらないって言ってます。いらないじゃないですか、もらえませんよ、だってそれは。終わらないんだったらもらわないですよ。あなたたちがやった違法行為に関する内容が含まれてるの、申し入れ書を読んで渡すだけって言ってでしょ。話し合いによる解決がなされるまで明治公園取り壊し工事は停止すること、もう発注してんの、だから申し入れしてください。これ対応できませんので、あんたら発注回答すればじゃないですか。申し入れしてください。問い合わせやで、普通のことやで。だから申し入れたって言うでしょ。公共事業の停止することだから、やらないんだったらもういいっつってんじゃん。3番、知人支援者近隣野宿生活者を含めた通行禁止、公衆便所、水場の使用停止など、生存権を脅かすライフライン破壊を今すぐやめること。回答してくれますね。以上です。回答してもらえます。申し入れは受け入れます。それは以上は私の今の段階では何も言えません。回答することを検討してくださいね。申し入れを受けるだけで今出てきてますんで、はい、いいのか、はい、どうぞどうぞ、どうぞ、いいのか、はい、どうぞどうぞ、どうぞ。今現在の新しい新国立競技場案、隈研吾さんの建築家のデザインのものに関しても工期優先というところが一番のポイントで選ばれていて、でオリンピックのためならやっぱりオリンピックというものを掲げておけば何でもできると、強行できてしまう特例で、まあ、いわば模倣の範囲外でも進められてしまうという、まあ、ものすごいやっぱりオリンピックそのものの持ってるこう破壊力というか暴力性というものをやっぱり感じざるを得ないなと思っています。やっぱり排除の問題ってものすごくオリンピック開催地では起こってきていることで、今年開催のリオ五輪でもものすごいファベーラという貧困街の村を潰していくっていうのが、まあ、スポーツイベント当日にガンガンやられているわけで、本当にこれだけ大問題になっている中で本当に頑張っていて、どういう道を選ぶかはやっぱり住んでる方のによるんだけれども、まあ、最後まで応援したいなっていうか思ってますし、その前にオリンピック止められれば一番いいんだよなっていうふうに、今年正念場だなっていうふうに思っています。